上場酌量の余地なし。それがあんたらの答えなんだな。言葉を慎んで、ユーゴ。しかし、その決定はあまりにも一方的ではないでしょうか。確かにここまでの道中、海域種アラガミから積み荷を守った功績は認めましょう。先ほどの輸送船襲撃の際の働きも見事でした。であれば。しかし、積み荷の中身を知ったこと、これは重大な契約違反です。さらに犬飼氏からの報告によると、重要機密である積み荷に対し、みだりに接触を行い、検体としての価値を著しく貶めたとのこと。言い逃れはできますまい。くそ、犬飼いの野郎。グレイプニルはクリサンセマムへの損害賠償請求および海域航行法に基づく刑事責任を追及いたします。貴様ら英二は全員銃殺が妥当だろうな。この件は全て私の監督不行き届きによるものです。彼らに非はなく、むしろ重要機密を守るために命を懸けて。君はビクトリアス家のご息女だ。先代君のお父上には世話になった恩義もある。静かに処分を待ちたまえ。悪いようにはしない。責任は私にあると言っているんです。ふう。でははっきり言おう。君には責任を取る力などないということだ。ビクトリアス家あっての君だ。家名を傷つけるような言動は控えたまえ。それとも君は自分が正当に評価されているとでも思っているのかな。どうした。大型の海域種アラガミが第二警戒ラインを突破、こちらへ高速で向かってきています。なんだと。そいつは残念だったな。強いぞ海域種は。貴様らすぐに出て海域種と戦え。多少の時間稼ぎにはなるはずだ。断る。どうせ俺たちは銃殺系なんだろ。確かに荒神に食われるよりそちらの方が幾分かはマシだな。なんだと。貴様ら海域種荒神を撃退してあなた方を守れたら、先ほどの話再検討していただけますか。そんなことできるはずがない。大型の海域種なんだぞ。ビクトリアス家の名において討伐してみせます。私の仲間と共に。いい表情だ。カノン夫人、ランダル・ビクトリアスのご息女は確かにその勇猛さを受け継いでおいでのようだな。え？作戦本部を離れているゆえ、遠隔からの挨拶であるブレイをまずは謝罪したい。私はグレイプニル最高司令官を務めているエイブラハム・ガドリンというものだ。ガドリン総督。へえ、総督さんが何の用かな。恥を承知で言おう。かの海域種アラガミに抗う力を我々は持たない。故にどうかそこにいる我々の仲間を助けてはもらえまいか。別に助けたくないわけじゃない。必要なのはその見返りだ。俺たちは命を張る。それにふさわしい対価を示してもらいたい。先ほどまでの話は聞かせてもらった。相応の誠意は示そう。総督、そのお言葉は確かですね。それは結果次第だと言えよ。まずは生き残ることが条件だ。オーケー、任せときな。よく見ておけよ、俺らの力を。
この力、実戦で使えるかな。いつも付き合ってくれてありがとう。やべえ、俺の才能が爆発だ。このミッションはグレープニルのオエラ型がモニタリングしているわ。それがどういうことか分かるわよね。証明するんだな、オエラの価値を。その通りよ、ユーゴ。彼らは怪奇士アラミを倒せるなんて欠片も持っている。その大層な常識を覆してやりなさい。Thank you.
Yeah.
襲、チャンスです。荒波、沈黙寸前、とどめを。いいね、つらいだろう。悪あがきはよそ。アクラスの消失、作戦成功です。お疲れ様でした。状況は作戦本部に通達済みです。これで我々は一躍有名人ですね、オーナー。これが吉と出るか凶と出るか、頼むぞ。とにかくいいとこ見せないとな。